金沢マラソン2023みんなのラン。10月29日日曜日の大会当日に向けて様々な情報をお伝えします。大会100日前イベントとして先月22日と23日に開催されたピラティス&ランニングレッスン、22日には48人が参加しました。講師はランニングアドバイザーの市川真由美さんです。ピラティスは呼吸や姿勢、正しい体の使い方に焦点を当てたエクササイズ。怪我が多い、体が硬いなどランナーに多い悩みの解決に効果的だといいます。金沢マラソン2023オンラインにエントリーした私谷川も参加しました。ピラティスをやることによって、はい、このマラソンにはどういうふうに活かせるんでしょうか。そうですね、ピラティスやるとですね、自分の体に気づきが持てる。あ、自分の体ってここが硬いんだなとか自分で分かるようになると、それを改善するためにこういうことやろうっていうことを普段からするようになるので、自然と結果的に走ってる時も使いたいところが使えて怪我が減るっていうところにつながる。自分の体の状態を知り、改善方法を見つけて実践。今日も多分いろいろ体に気づきがあったかもしれないんですけど、はい、そうするとなんか普段から姿勢良くしようかなとか、ストレッチもうちょっとしようかなとかね、そういう風につながるかな。体を整えて最適な走りにつなげるピラティス、もちろん継続が大切です。普段の体の使い方だったり、呼吸の仕方、姿勢だったり、そういう走らないトレーニングっていうのがすごく大切なんだなっていうのは、私は引退した後にピラティスを学んで感じたところで、そこはクリアになってくると自然と走ってる時のフォームも改善されて、まあ、柔軟性も上がってきたりとかするので、怪我も減ってパフォーマンスも上がった。走る前の準備体操であったりとか、ちょっとどこか痛いなって言った時にどんなマッサージしたらいいかとか、なんかそういうのが学べたのですごい良かったです。足の裏の感覚をこう指とこのかかとのこう意識しながらっていうのが非常に役に立つ。この背骨のこうなんかこうじっくりこう順番に動かすのを意識してやりたいなっていうふうに思いましたけど。金沢マラソン2023は10月29日日曜日の開催です。焦っている方もいらっしゃるかもしれません。でも大丈夫です。まだ時間があるので、今からできることをコツコツと続けて、ぜひ当日笑顔でスタートラインに並べるように私も応援してます。皆さん頑張ってください。金沢マラソン2023最新情報は公式ホームページまで。